してみようかな。じゃん、こんにちは。おーす。すごい、やっぱ誕生日すごいですね。ショールーム可愛くデコレーションされていて嬉しいです。きゃー、ありがとう。お誕生日おめでとう。ありがとう。わー、皆さん嬉しいです。当日を一緒に迎えられて嬉しいです。はい、今日ですね、25歳になりました。なんとあっという間でしたね、25歳。はい、今日はですね、黄色の洋服でちょっと来まして、ビタミンカラーに来たので元気よくお届けしていきたいと思います。嬉しい。皆さん今日は何されてたんですか？あ、そう、七夕なんですよ。キャー、嬉しいですビタミンカラーや、そうだよ、ビタミン C。 あ、そこさく見てました。ありがとうございます。勉強してました。ちゃんとやったか。今日も大学お疲れ様です。はい、あ、私も今日誕生日おめでとうございます。一緒ですね。織姫かな、あ、彦星かなお仕事中頑張ってください。ありがとうございます。はい、ちょっとですね、誕生日ということで今日皆さんとどんな楽しみ方ができるかなと考えてたんですけど、いいかなえ、ちょっといいですか、読んでもいいですか。スペシャルゲストがいらしてくれてましていいですか。やっほー、ようこそ。ハッピーバースデー、あずちゃん。こんにちは。こんにちは。ありがとう。見てるこれ。嬉しい。何何何これ。ケーキだよ。誕生日ケーキ。嬉しい。ありがとう。ちょっとめっちゃ手についちゃったんですけど。急いで。もうなんか15分ぐらいしたら行こうかなと思ったら、もう、あ、行っていいのみたいな感じで。ちょっと会いたくなっちゃって。ありがとう。ゆうかに来てもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ゆうかに来てもらいました。おめでとうございます。おめでとうございます。お邪魔します。菅井ゆうかです。嬉しい。すごい、一緒に出てくれるって言ったら、オッケーって言ってくれて、めっちゃ優しい。ね、私が去年の誕生日の時もね、はるちゃんがみんな来てくれて、あ、そうかそうか、すごい嬉しくて、ね、共に過ごせて嬉しいよ。ありがとうございます、本当に。おめでとう。すごい、トラになってる。こうハブちゃんって書いてあるの。え、ハブちゃん、あ、本当だ、ハブちゃん、かわいい。こんにちは、トラさん。え、嬉しい。黄色じゃない？今日黄色だね、確かに。ハブちゃん、今日黄色着てきてて、そう、で、たまたま私も今日黄色でドレスコードかなみたいな。あ、確かに。嬉しい。黄色でいい。今日、東京さ、今日さ、雨の予定だったけどさ、晴れたんですよ。うん、確かに、うん、嬉しい。ハブパワーだね。今日なんかいい日なんだよね。なんか一流の帰りとかさ、いろいろ考えてて、しかもね、うんうん、今日生まれたってハブちゃんすごい持ってるよね。いや、お母さんありがとうございます。ハブちゃんが、はい、ありがとう。一昨年、もっと前か、欅共和国の時に、今日誕生日なんですみたいな MC で、懐かしい、お話ししたのすごい覚えてる。そうそう、共和国でいつもお祝いしてもらっていまして、ね、そうなんです。今年もフェスがありますね。ねえ、はい、2週間後ぐらい、21からだっけ。そうだね、21から来てくださる方いますか。リハーサル中ですよ。リハーサル中でした。あ、
嬉しい。ねえ、持ってるハブちゃん。いや、持ってきた。持ってきちゃった。ねえ、すごいね、お祝いいっぱい来てくださって、うん。本当に嬉しいわ。行くよって。ありがとう。見つけますね。あ、そうそうそう、持ってきたの。そう、ゆかが来てくれるから。うん、馬を持ってきました。嬉しい、ありがとう。かわいい、しかも水色、ピンク、白って好きな色、うん、ありがとう。嬉しいよ。嬉しい。願い事したの、ハブちゃんは。え、願い事、うん、でもいっぱいありすぎて、うん、もう一つに絞れなくない、願い事。そうだよね、うん、でもね、今日願うと叶うらしいよ、うん、イエー、なんだろう。もうね、本当にもうゆっかと入れるだけで幸せです。私は何嬉しい、ありがとう。わ、私も嬉しい、うん、でもなんかずっとね、こうやって笑ってたいよね。そうだね、ちゃんと笑ってたいわ。うん、そうなのよ。あ、そう、あのメッセージっていうアプリで、あの、うん、事前に皆さんから今日質問を寄せたんですよ。あ、質問を寄せました。なので答えたいと思います、今日は。すごい、そうなの。ちょっとハブちゃんが用意してきたっていうこの質問シートをまとめてきたんです。すごいね、こんなにいっぱいみんな質問くれたんだね。そうなの、ありがとうございました。じゃあちょっと私がハブちゃんにじゃあ質問させてもらっていいかな、中から、はい、お願いします。じゃあ夏ならではの質問から。お、今年蚊に刺されましたか。蚊は刺されて、うん、ません。あ、そう、刺されてないの。そう、まだ本格的になんか蚊と、そうそう、まだね、お会いしてなくて蚊に。だからちょっとラッキーって思って。え、ゆうか刺された。なんか蚊っぽい、蚊かなんかわかんないけど、なんか痒くなってポコってできたやつあったけど、蚊にしてはちっちゃいかなみたいな、わかんないやつなんかいたけど、まだ大丈夫か、まだ大丈夫か、うん、いや、じゃあ、うんうん、夏といえば夏祭りでよく食べるものは。夏祭り、夏祭り行きたい ね。夏祭りか。でも、うん、焼き鳥とかなんかこう半径がすごい好きで、ね、そうそうそう、やっぱりなんかあの屋台のさ、あの感じ、うん、ちょっとこうモクモクしてる感じ、すごいね。そう、いい匂いとか、あの、そうそうそう、そういうの嗅ぐと、うん、食べたいって思っていつも食べちゃいます。おー、いいね、うん、行きたいね、夏祭り。行きたい。じゃあ、はい、最近クーラーつけてるの。クーラーの設定温度は、設定温度は、うん、何だったっけな、24で、うん、弱い風にしてます、うん、本当。そう、扇風機はつけないの。扇風機はつけてないね。そうそうそう、クーラー冷えないんだ。なんかつけっぱなしで寝る。予約設定予約みたいな、時間設定にしてやってる。あ、いいね、それ、うん、めっちゃいいよ。その手があったら、ね、おすすめです。最近ね、あったかいもんね。ねえ、うん、でもね、昨日曇りだったからさ。ねえ、本当に昨日二人でね、今日体重くないって言ってた。気圧がね、多分すごかったんですよ。今日は晴れたから体軽いよね、うん、軽い。天気とね、直結してるんだよね、うん、体調が。確かに。じゃあ、ちょっと、あ、好きなアイス、好きなアイス聞きたい。好きなアイスは、迷うな。今の時期だと、うん、かき氷好きだけど、うん、でもクリーム系好きなんだよね。あの、なんか、さっぱり系。そう、さっぱり系ではなく、ちょっとなんか、なんだろう、バニラとか、なんかそういうちょっとクリームとかがすごい好き。うん、最近も食べたの。最近も食べた。もう毎日食べてるアイス。あ、そうなんだ。そう、罪悪感ないじゃん、なんか。アイス確かにさっぱりしてるから。アイス人間です。じゃあちょっとグループに関しての質問で、ハブちゃんの好きな桜の曲を聞きたい、知りたいって。桜の曲、で、でもいい曲ばっかりだよね。うんうんうん、なんだろう、うん、あ、でも思ったよりも寂しくない。あー、この間、そう、この間リサのポジションに、そう、リサのポジションやらせてもらって、めっちゃなんか、あの衣装も可愛いじゃん、可愛いデニムね。そうそうそう、で、なんかリサの衣装をそのまま、うん、着させてもらいまして、リサの香りがしました。リサの香り、どんな香り。リサって感じの。わかる、ちょっと。か、私もサミダレ用の衣装、うん、リサの着させてもらったけど、うん、なんか、あ、リサって感じが。そう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 、リサ。顔ね、うん、着た時にわかる、あの感じ。わかる、なんか上品な香りがしました、うん、ちょっと
思いのあるというか、なんていうんだ、しっくりくる感じ、うんうんうん、そして指輪もあったんだけど、指輪どこの指につけてたっけみたいな、どこだっけ、そう調べた。ねえ、曲もいいよね、めちゃめちゃいい曲。ゆうか何の曲が好きじゃん。私おもさびと最新の地下鉄、うん、あ、わかる、名曲だよ ね、 歌詞が切なくてさ、わかる、切ない、ねえ、うん、大学生の時とかに、うんうん、出会いたかったなって思う。そうだね、素敵素敵、本当に、うん、好き好き好きです ね、 ねえ。じゃあこれまで一番ダンスが難しかった曲は。ダンスか、ダンスでも、うん、私的には流れ玉とか、うん、バン、バンとか、バンもね、細かいよね、細かくて、うん、結構そう難しかった、うん、なんか、うん、そうだね、振り覚えるのも結構時間かかったかも。確かに、流れ玉、流れ玉、バミリっていうなんか番号みたいなのがあるんですけど、ね、自分立ち位置みたいな、覚えるんだね、そう、それがすごい複雑で難しいかな。結構神明のポジション多い、多いよね、あれ、流れ玉神明だよね、流れ玉神明、神明、ね、神明だったから、うん、2人でさ、ほのちゃんを支えるところとか、うちさび前の手を離すタイミング、2人で鏡見てたら、やってたんですよ、そしてここで回ってみたぜひ注目してください。そう、だんだんなんか進化していく、周りとかなかったじゃん、あの支える前、最初、そうだよね、そう変わったんですよ、注目してください。そうなんです、そう、移動が多くて、確かにね、シンメ最高って言ってくれてる、嬉しい、お、嬉しい、わー、嬉しいです。好きな衣装は、衣装は、うん、全部好きだけど、全部好きなんだよね、全部好きだけど、流れ玉のジャケシャの赤い衣装がめちゃめちゃ好きで、めっちゃ好き、本当になんか、ああ嬉しい、もう着れるんだって思ったぐらい好きで、うん、赤っていうのがまずね、そう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 、ね、めちゃめちゃいいよね、うん、そうそうそう、形もすごくおしゃれじゃない、片方だけ長いのね、スカートが、そうそうそう、で片方だけ袖があるね、そうそうそう、そうなんですよ、そう、形にも勇ましい感じが、勇ましい感じがめっちゃ似合ってて、みんなわかるって言ってくれてる、嬉しい。じゃあ、はい、髪型はどうやって決めてる？確かにハブちゃん髪型すごい、いつも今日どうしようって今日髪型どうしようってそう悩んでる言ってるイメージある、うん、なんだろう、どうやって決めてるかな、でも曲調に合わせたりとか、うん、曲の雰囲気と、髪まで踊るってしたもんね髪まで踊る、そう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 、髪まで踊らすために、うん、そうだね、なんか髪色とかに合わせてるかな、今暗めだね、今暗めだから、うん、なんか全部下ろすと私の場合重たくなっちゃうらしくて、そうだからちょっとこうすっきりさせてとか前髪で遊んだりとかしてるかな。今日のポイントは、今日のポイントはちょっとね、お団子にしてるんですよ、金のゴムでね、そう、あの湿気がすごかったんで広がらない髪型しました。リハの時からいつもなんかハブちゃんボサボサみたいな日ないからすごいなって思って、本当に、うん、だってなんかいつも、あ、今日の髪型いいじゃんって言うと、うん、なんか、え、今日ノーセットだよみたいな10回ぐらい言われたことあるなんか多分私が好きなハブちゃんの髪型は多分ノーセットなんで、あ、ノーセットか昨日も言われた気がする。え、でも私も優香のノーセット好きで、いやいや、本当に頑張らない、どいや大変結構あのノーセット、そう、あのね、縛ってる時もすごい好き、うん、本当、うん、今もすごい好きだけど、ありがとうそう、やっぱいいよね、ノーセット、ノーセットはね、ラフな感じがナチュラルだよね、うんうんうん、じゃあちょっと話戻っちゃうんだけど、はい、この間のテレ東音楽祭だっけ、うんうんうん、で思ったよりも寂しくないでリサのポジションに入ると知った時とパフォーマンスとか終わってみての感想を教えてください。でも重さびは、うん、なんかあのリサのポジションやって、うんうん、なんかかりんちゃんとか、うん、あとはなんかなんだっけな、絡んだりする振り付けだから、すごいなんかそうメンバー同士で絡んだり振り絡んだりする振り付け、うん、だからすごいなんか楽しく、なんかライブとかもなんか目合って笑ったりとかできるから、うん、そうすごい嬉しいなって思った、そこをやらせていただくことができて、そう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 、なんか
MV もさ、うん、私たちたちの国、うんうんうん、からまあ出ていくみたいな物語、うんうん、めっちゃ好きミュージックビデオ。 そうそう、そのメンバー同士で生まれるものみたいなすごい大切にしてくださったから、うん、ね、パフォーマンスでもなんかあんまり決めすぎずに、うんうんうん、自然も大事にできてて、そうだね、ライブでも楽しいなって思う。でもさ、いつもさ、あの重さでやるときにさ、うん、キャンプファイヤー、火が出てるじゃん。あ、めっちゃ熱くない？めっちゃ熱いよね。しかもギリギリ攻めてるから、ね、うんうんうん、ギリギリギリまで。そうだよね。そう、熱いけど楽しい。楽しい、うん、懐かしいな、うん、あれツアーだったね、去年。そう、ツアーかな、うん、そう、ライブでいつもやるとき、ね、焚き火、焚き火がある。楽しい楽しい。じゃあ、あ、最近ご飯行ったメンバーは一番最近だと、うん、竹本ゆいちゃんと、おー、ゆいちゃん、肉焼きに行きました。肉焼きいいなー。そう、肉焼き行きました。連れてってくださいって。あ、なんかそう、一緒に行きたいねって言ってて、うん、それで、なんか予定がたまたまあったので、いいねー。行きました。何話すの、ゆいちゃんと。ゆいちゃんと、うん、でも、ほんとたわいのない話とかもするし、うん、そういう仕事の話とかもしたし、うん、楽しかった。なんかゆいちゃんトークめちゃくちゃ面白いじゃん。確かに。そう、そこ作とかでもすごい面白いからさ。そうだね、両立頑張ってるもんね、学校と。本当に頑張ってる。頑張れって感じ。そう、すごい笑顔あふれる焼肉の会だった。そう、滋賀の話はなかった。なかった、なかったけど、そうそうそう、いいね、素敵、そういう時間した。行きたいね、ここね。行ってない、行けてないかな。いつだろう。あ、すき焼き？あ、すき焼きだ。ね、そう、リサと行った時、ね、3人で行ったか。疲れ会みたいな。そう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 。で行って、やったね。ゆうかがもうあのすごい推してるすき焼き屋さんを紹介してくれて、めっちゃ美味しくて。青い卵食べてる。そう、青い卵。すごい、本当になんか割ったら青いのかなって思ったんですよ。うん、だけど。さすがに割ったら普通の青の黄身が出てきた。ちょっとびっくりしちゃうね。黄身じゃないよね。網。そう、すごい美味しかった。ね、トリュフ塩につけて食べて美味しかった。お肉また食べようね。食べよう。お肉大好き。ね、ね、大好き。連れてってくださいって言ってるよ。あ、いいよ。じゃあ、うん。メンバー、誰かをプロデュースするなら誰をどんな風にしますか？確かにプロデュース能力ありそう。プロデュース、うん、してみたい。なんかキラちゃんとかをめちゃめちゃおもちゃに囲んで囲ませて、もうキラちゃんの周りおもちゃだらけにして、うん、キラちゃんにも着ぐるみ着てもらったりして、かわいい、顔だけ開いてね、とかキラワールドみたいな。そう、キラワールドで写真撮りたい。あ、なんか合いそう。かわいいよね、キラちゃん。キラちゃんたまに赤ちゃんみたいな。そう、赤ちゃんみたいだから。さあ、ちょっと言ってみたいかも。あ、いいね、見たい、そういうの。そう、やってみたいな。何この人、ベストオブハブの女を決めるなら誰って。ベストオブハブの女、うん、選べないな。ハブの女何人今いるの？何人？何人だろう。数え切れない。数え切れないんですけど、うん、ハブの女、でも一番はまあいいやったー、嬉しい。一番もうね、初期からずっとなんかよく遊びに行ったりとかしてるからさ、ねえ、なんか数え切れないぐらい懐かしいよね。そうそうそう、嬉しい。気づいたらハブの女になってた。そう、気づいたら、気づいた、そう、結ばれてました。今日も一瞬伝心しちゃってるしね。そうそうそう。そうなの。そう、ゆかとはすごいいろんなとこ行って、うんうん、韓国も昔行ってたよね。本当に前、ちょっと結構前になっちゃうけど。そうそうそう、私初めて行った韓国、ハグちゃんとで、うん、それ以来まだ一回も行けてない。そうなんですよね。楽しかった。楽しかった。写真今でもね、見返す、見返す、ね、ね、めっちゃ爆笑したもんね、何回も。そう、あの帰りの飛行機を乗り遅れて、うん、あ、そうなんだ。なんか寝過ごしちゃったんだって。寝過ごしちゃって乗り遅れて、でも韓国語話せないのでお互い、うんうんうん、ジェスチャーで、ソーリーソーリーみたいな、タイムタイムヘルプヘルプ、世界が終わったかと思って、本当に世界が終わって帰れない
した。だって着いてそうそうちょっと変なタクシー乗っちゃってさ。うん、そうそうなんか。そう、捕まっちゃったね、変なタクシーさんに。そうそうそう、どんどんハブチが遠くに行っちゃってさ、なんか、え、待って、こういうものなのみたいな感じで本当に、なんかもう、一番最初に韓国で話した言葉、領収書ください。今、私、値下げ価値せよ、みたいな。めっちゃ頑張って調べてさ、これちょっと高くないですか。びっくりした。かわーって。わー、嬉しい。おーぜー。嬉しいな。みんな帽子かぶってるね。帽子三兄弟。帽子三兄弟。危ない今の。わー。あ、フィリピンから見てます。ありがとう。すごい。ありがとう。In Japan。In Japan。いや嬉しい、コメントいっぱい、コメントいっぱいですね。今質問コーナーしてたの、質問コーナー募集してた、そう、そうなの、うん、じゃあちょっとオゼからね、オゼから読んでくれるの、この辺まで、ね、読んでてね、分かった、やった、右側ならじゃあ読んでね、うん、どれがいいかな、何が出るかな、あ、これにする、はい、自分のチャームポイントの恥ずかしい、どう思ってるかな、え、チャームポイント、うん、チャームポイント、チャームポイント、チャームポイント、どこどこ、かどこですか、自分の、え、どこだろう、え、どこだろう、どこが好き、めっちゃ見てくる、なんか全部整ってるからさ、うん、ここって言うと、でも私顔の形好きよ、顔の形、そう、うん、どんな形、サイズ感とさもう顔がキュンとなってるのが、うもうまずハブちゃんのチャームポイントだなと思う、鼻、鼻高い、鼻確かに鼻も高い、いいな、鼻で笑った時の口の形も好き、よそー嬉しい、かわいい、ちょっと自分じゃ言えません、恥ずかしいですねえ、そっか、声かなって言ってる人も、ね、あ、どう、ね、あ、声意外って言われる、結構なんか声高いし可愛いよね、うん、本当にわかる、いや嬉しい、可愛、うん、いいよ、本当に嬉しいわ、じゃあ、うん、なんかね、ちゃん25歳になって初めて食べたものは初めて食べたものは今日朝バナナジュース飲みました。バナナ黄色。これも黄色。確かに。モッキー。はい。7月7日生まれのハブちゃんって実は織姫だったりしますか？めっちゃフーちゃんにも言われた、今日。織姫おめでとうって言われたけど。全然もうでも織姫って宇宙人なの？そうなの？なんか宇宙人っていう噂を聞いた。そうなの？そうなの、なんか彦星さんと、うん、なんか言い名付けで、うんうん、結婚したら楽しくなりすぎて働かなくなっちゃって、で働き合いみたいな感じで話されちゃったみたいな聞いたことある、そうなんだ、そういうこと、え、分かんない、確かにちゃんと調べてみよう、そう、宇宙人に詳しいから優香知ってるかなと宇宙人で好きなのよそうなの、どうなんだろう、教えてください、教えてください、知ってる方いますか教えてください、教えて、
うだっけ、そうだっけ確かに、私は中国人です。好きな中国語ありますか？中国料理、好きなもの教えてください。いいね、中華料理だ、食べたい、大好き中国。昨日のお弁当、中華料理だったよね。食べたい、なんだろう、中国語もシェイシェイ、シェイシェイ、ニーハオ、ニーハオ、ニーハオシェイシェイ、ニーハオシェイシェイが好きですね。ねえ、いいよね、こうやって嬉しいよね、海外からも嬉しい。中華料理は何好き？中華料理はごま団子が好き。あえ、ごま団子って中華料理だっけ？中華中華中華だよね。デザート大好き、大好き、わからへんよ、食べたいごま団子ありませんか？お腹空いたさあ、お願いスタッフさん、じゃあうん、はい、なんだごま団子似合う。ユッカーとなんていうの SAO SAO のコスプレしてたけど、すごい前ね懐かしい、ユッカーコスプレしてくれますか？そう、昔なんかね、キリトとアスナちゃんっていうキャラクター、うん、ソーダアートオンラインのキャラクターのコスプレをユーカとしたことが、うん、握手会の時だよね。そう、握手会の時、いやちゃんと髪型まで、うん、めっちゃかっこよかったよ、キリトくんアスナも可愛かったの、すっごい痛々しい動画を撮ってメッセージに送ったの今でもなんかこの間見返して爆笑しちゃったそうなの、見た方いますかね、うん、びっくり、その時のメッセージ送ってくださってる方いたらいたら、ね、懐かしい、びっくりだけど、またね、ミーグリとかで、あなんかやりたいな、ね、でも今、うん、スパイファミリー、あー面白いね、みんな見てってさ、私も見てるんですけど、アーニャ、アーニャ、そう、アーニャ、アーニャ、アーニャ、そう、でもヨルさんとか絶対似合うから、ヨルさん見たい、できたらいいな、うん、そうなの、あ、いいですね、進撃もいいですね、進撃です、うん、じゃあ、あ、ちょっとあのコスメ系で最近お気に入りのスキンケアは？スキンケア、スキンケアか、うん、でもファミュー、ファミュー分かる？ファミュー、ファミューのさ、うん、なんかコスメが、コスメというか パッド、なんか新しく出たパッドがあって、うん、パッド、そう、それがめっちゃ良かった、パッド、パッド、なんかなんかこういっぱい入ってるんですよ、なんかこういう丸いのが、あー、ね、化粧水、そう、化粧水、そうそうそう、あー、なるほどね、それがめっちゃ良かった、ちょっとさ、ポコポコしてる、あ、ポコポコしてて、シートポコポコしてる、ポコポコからのツルツルの方でやったらもうピッカピカなんですよ、ですって、ですよ、こだわりありそうだからね、あんちゃん、あ、固まった、止まった皆さん固まってますか？固まっちゃった、固まってない？固まってない。あ、固まってない。この変な顔止まってない。ちょっと半目なんで私たちの感想が。こっちが電波悪いのか。ああ、よかったです。無事で。動いてるかも。動いてますか。動いてますかね。じゃあ次の質問いきます。うん、はい、行きましょう。着る服は前日？当日に決める？なん、どっちだろう。どっちもなんか。前日に決めて、でも天気がさ、うん、なんか変わったりするじゃん、朝って、当日になったら、だから、うん、その時、急に強制終了してました、すいませんね、すいませんね、あれ横向きにならない、すいませんね、そこしたらこんな感じ、あれ、違うんだ、あれ立てて、なんか画面待って一回立てにしていいかな、これもサプライズ、あれ横にしちゃう、こんにちは。治った。なんか急に落ちちゃったから地球が回ったかと思ったよ。よかった。思って嬉しい。すいませんね。びっくりした。よかったわ。なんだっけ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 。着る服は前日。ああ、そうだ。まあ前日に決めてます。基本的に。二人は？前日偉いね。あの。どうせ当日？私、家出る5分前ぐらい、すごいよく決められる、すごい、ケースバイケースだよね、これってケース、ね、時と場合による、用意する場合もあるけど、うん、でも、フィーリングで、さすがです、パパーで、すごいこれに決めた、はい、じゃあ、あ、はい、質問、海と山、どちら推し？海、いいね、わかる、海が好きです、海いいね、海が好きです、
泳げませんが、海が好きです。海いいよ、大好き、海大好き。あ、また止まった。あ、また止まっちゃった。なんでだろう。え、動いてますか、皆さん。え、動いてます。動いてます。こっちだとなんかコメントも止まっちゃった。ね、止まっちゃった。でも動いてますね。じゃあ話し続けよう。こう言われました。ね、最近海行った。最近は、え、行けてない。行けてないかも。行けたかな。あ、でも行ったか。行けてないかも。そうなの。だから夏行きたいですね。行きましょう。行きましょう。行きましょう。連れてってほしいね。え、うん、行きたい。みんなで、ね、日本でも綺麗な海いっぱいあるから、うん、行きたいね。行きたいな、うん。じゃあ、ここから見て落ちて治るの。一回さ、こっちにすると治るんじゃなかった。こうやってやって。あ、治った。さすがおぜん。ありがとう。すごい、ありがとう。あ、コメントごめんなさいね、地球が歪んでます。してるかと。まあ、ただ、あ、でも皆さんには見えてるんだ。よかった。嬉しい。うん。なかわいい。寝るとき、そう、暗い。あ、はるちゃんどっちだっけ、暗いっけ。え、私でも真っ暗じゃない、結構。確かに。一緒。一緒？真っ暗です。ほんと？真っ暗。え、なんでも寝れちゃうけど。ねえ。ゆかのすけ。ゆかのすけ。ゆかのすけってなんだっけ。ラジオで言われた。あ、そうだ。のりさんから。レコメンで。のりさん。見てるかな。何でも寝れるけど暗いかも。確かに。のりさんノリノリですね。のりさん呼んでください。レコメン。さっきね、うん、リハしてたじゃない、うん、私たち、うん、演出家の方がショールーム見てくれてて、うん、そう。野村さん。野村さん見てるかな。野村さんありがとうございます。いつもお世話になってます。いつもありがとうございます。ずっと最初からだからね、うん、嬉しいよね。本当に嬉しい。デビューの前から演出も好きだし、嬉しい。楽しみにしてたね、今回も。いい感じですよ、うん。あ、これ一回ちょっとバイバイ。あ、固まっちゃった。大丈夫。柔らかいですよ。あ、大丈夫かな。あ、よかった。コメントが届いております。楽しい。はい。止まった。止まった。止まっちゃった。はにゃ。あ、治った。だって。あ、ありがとうございます。大丈夫だよ。大丈夫。あ、嬉しい。大丈夫。じゃあますます素敵になられてますが、ナイトルーティーンを教えてください。ナイトルーティーン。なに。え、でもナイトルーティーン。え、お家帰って、お家帰ります。まずね、お家帰って、今日帰って帰ります。洗面所に行きます。うん。で、手を洗いますね。うがいをします。で、あ、部屋着に着替えます。おお。で、分ける系ね。ソファーにダイブします。あれ、大丈夫。寝ちゃうの。大丈夫。で、あ、寝ちゃう。お風呂を沸かしてソファーに行って、うん、待って、うん、お風呂が沸かしたら、うん、そう行って入って、うん、って感じかな。その後は。その後はあのハミみたいなやつやって。あ、そう、ハミやってハミをつけて、そう、髪乾かして歯磨いて寝ます。ナイトルーティーン。そうですね。なんかハブちゃんさ、うん、遠征の時とか顔洗う時なんかさ、めっちゃターバンみたいな。あれじゃない。可愛いやつ。ああ、リボン付きのやつか。そうそうそう、やってるイメージ。そう、持ってきました。ターバン。もう前髪全開にして顔洗ってます。懐かしいな。見られてた。そう、見てた。アイデア多かったもんね。うん、多かった。じゃあ必ずしますみたいな。これやんないと寝れませんみたいな。これやんないと寝れません。うん、なんだろう。最近、うん、ストレッチポールで足をほぐして寝る。うん、絶対に。ゴロゴロ。ゴロゴロ。いいね。大事。うん、好き、ストレッチポール。めっちゃいいよ。うん、気持ちいいよね。ね、全然次の日違うよね。え、違う。疲れ。リハとかあると。そう。本当に足が変わる。全然違いますよ。うん。ね。じゃあ私はちょっと早いんですけど、この辺で。ねえ、おじちゃん、本当にちゃんの。ちょっと。ありがとう。ね、ありがとう。寝る時間が近づいてきた。あ、そうなの。その時間だ。ありがとう。おやすみ。何時なんだろう、今。今何時ですか。10時ぐらい。10時。あ、そんな時間なってないか。9時ぐらいかな。9時20分と予想。12分。9時12分って。ちゃんとお風呂入って、
ありがとう、おぜちゃん、うん、よく寝てね、二人の時間を楽しむ、ありがとう、おぜちゃん、バイバイ、ありがとう、おじゃましました、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい、バイバイ、わあ嬉しい、ありがとう、バイバイ、嬉しいです、幸せですなありがとう、バイバーイ、大丈夫大丈夫トータルヒカ、嬉しい、かわいい、こんな大きい風船も用意してたんだ、そうあったんです実は、そう皆さんね、ありがとうございました、たくさん、ゆかもありがとう、全然質問全部読んだかな、あ、ヘアオイルですか、あ、まだった、ヘアセットするときバームとオイルどちらですか、バームです、バームなんだ、はい、髪がちょっと乾きやすいのでバーム使ってます、なるほど、うん、ストレンジャーシングスで好きな登場人物は見てるんだ、ストレンジャーシングス、うん、見てる、でもシーズン1で怖すぎてもう、うん、え、めっちゃ面白いよ、怖い、めっちゃそんな怖いのよく見れる、そう、マックスってキャラクターがいて、登場人物がいまして、マックスが好きです、はい、すごい、ぜひご覧ください、もうこれで、うん、おしまいだ、うん、ありがとう、うん、いやすごい、ありがとうございました、皆さんたくさん質問嬉しかったです、いや素敵よ、こういう時間を、ね、っ作って、いや本当にありがとう、ゆうかも、いや全然、ちょっとじゃあ、のびちゃん、え、もう終わる感じ？今ね、うん、14分のあと15分間ありますが、じゃあハブトークを、ハブトークハブトーク、恥ずかしい、痛いよ、だって邪魔じゃない、え、全然全然、めっちゃ嬉しい、大人にじゃあやった、うん、コメント見よう、うん、あ、ありがとうございます、あ、そう、皆さんに見せたいものがありまして、うん、じゃん、これあ、出た、すごくない、すごい、え、すごくない、何だと思いますか、これ何だと思います、やばくない、そう、かわいいって、鉛筆家が誕生日だからって言って書いてくれたんです、やばくない、手書きですよ、これ手書きだよ、おしゃれすぎる、やばい、このね、これにかけてくれた時間を考えると嬉しいよね、このめっちゃ嬉しくて、うん、皆さんに見てほしいと思って自慢しちゃいます嬉しい、本当ありがとう、ひかり、すごいね、大事に使います、センスよ、センスが、なんか色も全部、うん、なんかハブちゃんっぽいなと思って描きましたって言ってくれて、めっちゃ嬉しかったです、ウィズラブ&グラティチュードって書いてある後ろに、え、あ、本当だ、愛と感謝、あ、嬉しい、すごい、最高、ありがとう、ひかり見ているかな、ひかり嬉しい、ありがとうございます、ね、いい子ですよね、みんなに規制いい子、うん、そうね、本当にいい子、本当にまっすぐだよね、うん、あ、ちなみに今日の、うん、あ、誕生日第1号、うん、連絡来たのは、うん、てんちゃんでした、てんちゃん、てんちゃん、てんちゃんだった、意外なんだけど、てんちゃんから、うん、0秒に来ました、お、12時0秒にすごい送られてきて、うんうん、本当に嬉しかったな、ちょっと今回遅くなっちゃった、あ、そう、そう、26分ぐらいになっちゃったそうそう、ね、ちょっと寝落ちしちゃった、そうなんです、てんちゃんでした、てんちゃんおめでとう、おめでとう、うん、めっちゃいい子、にゃーん、そう、むーちゃんもみなちゃんも言ってくれたよ、おめでとうってみんな言ってくれた、本当に優しい、豆ね、豆、うん、てんちゃん寝てるかな、もうバイバイ、あ、おぜが帰ってる、あ、おぜバイ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 、にゃーん嬉しかった、あ、リサからも来ましたよ、おぉ、いいね、リサももうすぐだね、確かに、うん、お祝いしないとね、お祝いしないと、ちょっと計画中だけどね、ね、出かけるのもなかなかだよね、ね、そうなの、難しい、うん、いやー
ビッグハム。ハムって感じもね、ショック。めっちゃ本当に当たってる、当たってるかなと思って言ったら、そう間違えちゃった。めっちゃでもね、ハム面白かった。いや、大沼ちゃんもビッグハムってあのアルファベットで書いてて、ハム。そうめっちゃ。サクサクね。そう面白かった。サクサクも見てくださいね。見てください。今週なんだっけね。今週はなんだっけな。対決？ランキング？ランキングか、ランキングだ。メンバーランキング第2回みたいなやつだっけね。うん、確か。ね。井上のさ、井上のさ、バカジタ？バカジタめっちゃ面白い。見ました？皆さん。ね、あれ面白い、ね。めっちゃ面白かった。最後のかりんちゃんとの一騎打ちがめっちゃ面白かった。めっちゃ面白かった。ね、うん、あれはやばいよね。うん。本当に面白いみんな。ね、でんでんどうどねんねんどうなえ、でもなんか自分もさ、まださ味覚チャレンジやったことないからさ、うん、もしかしたらめっちゃ悪いかもしれないそう、絶対分かんない、本当多いんだなって思った、改めて思った、やってみて、まさか自分が対決すると思わなかったけど、本当にめっちゃ難しかったし、恥ずかしい、あと言うか間違えた、スムージーの時に、うん、スムージーは本当に毎日飲んでるから、うんうん、これだけは当てなきゃって思ったし、うんうん、しかも、もうどうしても祈りに行ってほしかったから番組展開できないそうだね、本気で頑張った面白かった、良かった、勝てて、本当にイカはこれですとか言って、ね、イカに弱いのよね、多分、なんか、何の、うん、私、イカとホルモン間違えちゃったんだけど、うんうん、何の味もしないホルモンだったの、そのタレとか、やっぱ目がね、そう難しかったね、うん、ちょっと面白かったよって、いやー、皆さん本当にありがとうございました。あ、何時だろう今、うん、時間かな、うん、あと10分ありますね。あ、じゃあ質問コーナーしちゃう。はい、質問コーナー、皆さん、ハブちゃんへの質問あります、今ならいっぱい答えてくれますよ、直接なんだろう、ケーキ何味が好き、ケーキ、ケーキ、うん、何でも好きだけど、うん、もうチーズケーキとかすごい好きかも。あ、美味しいね、チーズケーキ、美味しいチーズケーキを探し求めて、うんうんうん、いいね、3期生楽しみって、楽しみ、終わったところだよね、うん、ご応募くださった方ありがとう、ありがとうございます、本当に待ってますね、嬉しいねなんか本当に嬉しい、勇気出して応募してくれただろうから、うんうん、懐かしいね、オーディションの時とかさ、でも案外人生コロッと変わったり、本当にね、ね、本当に本当に頑張ってほしい、頑張ってほしい、頑張ってますよ、うん、踏み出すことは大事です、うん、大事大事、ありがとうございます。好きなラーメン、ラーメン、好きなラーメン、豚骨、あ、豚骨、いいよね、豚骨ラーメンすごい好き、うんうん、行きつけのラーメン屋さんとかあるの、ね、ない今ね、ちょっと模索中いいね、あったら教えてください。国、ポンさんとのエピソードありますか？ポンさん？ポンさんは、ああそうだ、なんかゆいぽんがいつも可愛いネックレスしてるんですよ。あ、ね、それを褒めたらありがとうって言ってくれてキュンキュンしました。ね、確かにおしゃれだもんね。そう、あ、そういえば今日ふーちゃんにもらったんですネックレス。可愛い、ニコちゃん入ってるじゃん。ニコちゃん、私も好き、ニコちゃん。手作り？いや、なんか、うん、そういう、なんだろうな、こう作ってくださる方、そう、いるみたいで、すごいね、そう、作ってくれた、かわいい、嬉しい、ニコちゃんといえばハブちゃんだ、実はここにもいるんですこの辺にいるんですけど見えなかった、あ、あ、あ、そう、今呼んでくれてます、あ、嬉しい、そう、ニコちゃんありがとう、やったニコちゃんもいるんです、お、2万人、ま、2万人ありがとうございます。
嬉しいわ。ニコちゃん。七夕の夜に。嬉しい、本当に幸せです。うん、そうニコちゃんが好きな理由は、うん、この笑顔。いつも口角が上がってるんですよ、ニコちゃんって、うんうん、なんかやっぱ素敵だなって思って、うんうん、ニコちゃんのような素敵な女性になりたいなって。女性なのか分かんないけど確かに女性なのかな、どっちなんだろう、ニコちゃんって。ニコちゃんに性別はないんじゃない？ニコくん可愛い。いつも笑顔でいることって大事ね。大事だよ、本当に。口角ね、あげよう、うんうんあ、スクショタイムしようよ。あ、いいよ、ね、ニコちゃんポーズする？ニコちゃんポーズ、はい、かしゃ、ありがとう、ありがとう、ハーブさん、ハーブさん懐かしい、ハーブさん、ハーブさん、おめでとう、ありがとう、ハーブさん、かわいい、キャーン、ラブラブラブ、ありがとう。アイソレーションできる、ゆうか。アイソレーション、うまい、うまい、うまくない、うまくない、え、自粛中練習してたのよ。え、すごい、なんで。え、なんかさ、半信半疑でこういうやつあるじゃん。ああ、あれでさ、最初できなくて全然だからちょっと分解して練習してて分解ってどういう口まで、最初口まで動いちゃってたからでもさ、ここやりやすそうじゃない、なんかこのさ、線をさ、こう、顔をたどっとけばさ、線、あ、ここ知らん、そう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 、確かに、皆さんどうですかみんなできるのかな、ね、アイソレ大事よね、アイソレいいな、ダンス上手くなりたいね、え、あ、そう、お、何ですか、明日あれじゃない、まあさん、あ、摩擦係数、明日ミュージックビデオの公開ですよ、はい、YouTube のプレミアムで公開です、わかんないけどプレミアム公開明日あるよね、嬉しい、あのそうだそうだ、見てください、暗号みたいなやつ見てくれましたね、はい、皆さん公式 Twitter のとってもかっこいいですよかっこいい、どんな曲だと思いますか、皆さん、はい、口笛は内緒です、秘密です、うん、お楽しみボックスですね、楽しみボックスね、あの子もなんかいくしくし、かわいい、楽しみって楽しみ、まさき、そう、アルバムもかっこよかったです、うん、22時か、そう、22時22時、見てください、起きててくださいね、感想もどしどし待ってますよ、待ってますよ、うん、いや口笛できる、やってみてよ、あちゃん、あ、よほんと上手いもんね、何が何が、口笛、口笛、うん、あ、じゃあ桜坂の歌の口笛ね、うん、あいきます、いや、ほんと上手い満開の桜の木をなんかそれ採用されてるもんね、ハブちゃんのやつ、あ、そう、そうなの、でもなんか、うん、ライブの時どうしたらいいか分かんなくてライブの時ちょっとやりたいんだけど、ライブの時もでもなんか恥ずかしい、スポットライト浴びてたサブパートみたいな、ちょっとね、やりたいけどやってよ、マイ公演恥ずかしい、上手、本当に、うん、嬉しいわ、口笛選手権出たい、ね、昔からできたのそれ、昔から、え、でも最近知ったかも、自分褒められて、褒められてレコーディング一緒だったのもすごい忘れられない、あ、ね、一緒だったよね、一緒にやってさ、うんうんうん、かぶちゃんだけじゃあもう一回じゃあお願いしますかぶちゃんはね、私もやってたんだけど聞こえてたってそう、本当に部屋中に響き渡ってました、すごい上手だった、本当に嬉しい、うん、音源聞いたら本当に入ってたもんね、ぜひ聞いてください摩擦係数、いや、お楽しみに、お楽しみに、うん、公開されたら口笛やりますね、うん、ゆっかやってよ、え、私、うん、桜坂の歌、本当、桜坂の歌は、うん、せーの始まってる始まってる、なんか始まってる、もう一回耐えられないの、あー、なるほど、音しか出なくて
どうやって変えてるのって面白い面白すぎる隙間風って言われてる音をちゃんと出るようになったんですよ。す前は音も出なかったからすごいわ努力の結晶面白い、さすがだな、ゆうか、本当に始まってる始まってるにゃやっと上手くなってるって、やったねえ、めし涼しいよ、だって朝風誰がクーラーや仰ぎました、今飛んでっちゃう、みんななんかいいことあったっけ告知はおみちゃんなんかあるこれ出ますこれ出ます、うん、でもそう本当に摩擦係数そうだね摩擦係数のこと言いたかったからうんあとはまた楽しみにしててくださいね、うん、フェスもあるしね、うん、フェス来てくださる方いますか応募してくださったのよしあまだ席はわからないのかそっか、でも嬉しいな野外ライブ楽しい大好きね、うん、野外ライブ思い出の地だしね、うん、あの本当に体調ミファーも、うん、だけは、うん、あ行くよって嬉しい、嬉しい私も行くよもちろん私も行くよ私らも行くわよ見つけちゃおう見つけちゃおう野外ライブって本当に、うん見えるじゃない、靴とかタオルとかそうそうそう、見えるよねセリフがさ、屋内よりも見やすいから、うん、表情もバッチリ見えてますからねバッチリ見えてますよ本当にマスクしてても見えてますよなんかそれで、ずっと毎年さ、うん、あの桜になるまで日焼き共和国でやらせてもらっててさ、うんうんうん、太陽は見上げる人を選ばないとかよく歌ってあ結構さ、うん、おーって割とロングシックでさ、うん、歌ってロングバージョンよくやらせてもらってたけど、めっちゃその時の皆さんの顔を忘れてないですかね。あの、一応頑張って口開けて、あの、歌ってくださってただけど、ちょっと長すぎて、苦しかったかなみたいな、大丈夫だったかなみたいな、すごい今でも心配してます。うん、結構のロングタイムだったからさ。ねでも嬉しかったです。嬉しかった。その中でその、こういう、そういう、声とかね、うん、一緒に出せた時もやっぱあの時がそれだけ一緒に歌えてよかったなって思うこういう時代になっちゃったからこそね、うん、思いますよそうだねうん確かにねえ歌いたいです皆さん歌いたい皆さん、うん、皆さんと大合唱しましょう、ね、楽しかった本当に、うん、大合唱できる日が来るといいなねえ、ね、カラオケも行きたいなそろそろあ、カラオケ、うん、行きたくない昔行ったね行ったよね、うん、そう行ったんですよ昔よかったケチも一緒に行ったことあるケチも一緒に行ったことある一緒に3人で歌った3人で歌ったよねそうなんですケチと一緒に本当にあ、六本木クラスだったその時の写真で、うん、まだなんか残ってるわそうそう今日六本木クラスだったよえ、今日かそうだよ頑張れ見なきゃねえ、可愛かったすごいね応援してますよ。応援してます。頑張れ。ねえ、六本木クラス。ねえ、楽しみ。全部見てたもん。めっちゃ面白かった。ねえ、自粛中に見たの、うん、唯一見たドラマだった。うんうんうん。すごいいいドラマだよね。うんうん。楽しみ日本版。ねえ。もう懐かしいな。うん。懐かしいね、ほんと7年だよ懐かしい7年7年だ7年よ、うん、へーじゃあ7年だ今年のもうやりたいこととかあるのやりたいこといっぱいある、うん、何何でもほんと皆さんとねいっぱい思い出作りたいし、うん、なんだろう、もう全部やりたいから全部やりたいまだ挑戦してないことに、うん、もうとにかく挑戦して、うん、いっぱいいろんな景色見たいなって思いますねそうだねおもちゃんはなんか確立してるというかモデルとかもねできてるしいやいやいやそっちでも頑張れるしいろいろな選択肢があるじゃないいやいやいや、うん、バラエティもだって
ぶちゃんにしかないキャラが、いやキャラって言っていいのか分かんないけど、なんか自然と出るものというか、いや他にないからすごいと思うよ。でもユッカーの舞台も本当に感動しました、ミュージカル。ありがとう、うん、テンツね、懐かしいな。ハーブさん出てきたよね。そう、ハーブさんそう、あのカーテンズに私見に行かせていただいたんですけど、ハーブさんがいて、ハーブってキャラクターが、ハーブですって。でも本当、あ、私呼ばれてると思う。めっちゃ笑ってた、ずっと稽古の時から笑ってた私。めっちゃ面白かった。笑わないんですよ、大変だった。ハーブちゃんが見に来てくれるってした日も良かったから、うんうん、ハーブ気づいてるかなって思って。そうそうそう気づいてた。よく嬉しい。面白かった。懐かしい。うん、ハーブさん。いや、たくさん思い出作ろうね、本当に。皆さんもありがとうございました。海外も行きたいね。海外も行きたいね。また思い出作りましょう。うん。本当に素敵な7月7日。になりました。もうゆかもありがとう。あ、全然、こちらこそよ、出してくれてありがとう。言い残したことない、言い残したこと。皆さん本当にメッセージ等でたくさん質問もありがとうございました、うん、もう皆さん大好きなので私たちも頑張ります。頑張りき、楽しみにしててくださいね。うん、本当にありがとう。ありがとうございます。嬉しかった、たくさん星もいい。ありがとうございました、うん、素敵な一年になります。ハブライバーだっけ。あ、そう、ハブライバーと言います。ハブライバー、ハブライバーの皆様、見てるか、見てる。優しい。これからもハブちゃんをよろしくね。いやー、ゆっかもよろしくね。ありがとうございました、素敵な時間を。はい、あ、この後ラジオあるので聞いてください。よかったらごちゃまぜ天国放送です。聞かなきゃ。ぜひ聞いてね。聞いてね、うん、誕生日トークもしたので、はい、ぜひ聞いてください、はい、ありがとう、みんな、お邪魔しました。本当に素敵な日になりました。またね、ありがとう、バイバイ。